サイクルガジェットのあやです。今日はですね、こちら新橋にあるアバンサイクルさんにお邪魔しています。はい、はじめまして、アバンサイクル岩田です。お願いします。お願いします。今日はですね、日本に1台しかないカラーリングのロードバイク紹介ということで、ドイツのライトウェイトです。はい、ドイツのライトウェイトというメーカーのバイク紹介をしていこうと思います。最初はセットでありましたね。フレーム単体で、はい、まあフレーム単体というか、フレームとこのシートポストとこの車輪とタイヤ、あとはこのボトルゲージ、ステムハンドルがライトウェイトから販売されてるんで、それのトータルのセットになってますね。はい、このカラー以外のは他にもあるってことですか？あ、フレームのカラーは今いろいろいっぱいあって、17色ぐらいありますね。このドイツの国旗が各部に入ってるんですけど、まあこのあたりとか、はい、これが日本に1台しかないですね。はい、それを取り寄せてきたっていう。そうですね。はい、パーツ構成とか教えていただいてもいいですか？パーツ構成としては、ハンドル周りは全てライトウェイト製のステムハンドルになってまして、パーツコンポーネントはシマノのジュラエース R9100 ですね。やっぱりいいバイクなんで、ちょっといいコンポつけたかったんで、クランク周り、チェーンとかも全てスプロケットのジュラエースにしてあります。はい、はい、梱包だけで26万円か7万円ですね。普通にいいロードバイク買えちゃいますね。そうですね、やっぱり最高峰なだけあって値段もいい値段がしてますね。カンパニオロとかにはしなかったんですか？いや、結構迷ったんですけど、島の、まあ、ブラックなんで、ちょっと黒で締めたかったんで、デュラエースですね。はい、いいにしましたね。ライトウェイトにしかない特徴とかってありますか？まあ、やっぱり特徴的なのは、まあ、ライトウェイトってやっぱ車輪がすごい有名なので、はい、通常このスポークって言われてるパーツが、はい、ここから伸びて紐を支えてるコンプレッション構造っていうので、はい、これがなかなかやってるブランドさんが少なくて、これがやっぱ特徴的ですね。あと軽くてすごいプロに選ばれてる。他のホイールと何か違うんですか？他のホイールとはスポーク単体ですか？一応スポーク単体ですね。そうなるんですね。はい、スポーク売りもやってるんで、本体はこうスポークがあって、ニップルっていうパーツがあって、これがまあネジが締まっていって、スポークがこう引っ張られて、その車輪として深淵を描くように調節されてるんですけど、これはこのカーボンスポークがリムを支えてる。まあ、突っ張って、本当は引っ張ってホイールができてるんですけど、突っ張って作られてますね。引っ張ってるってわけじゃないですか？そうなんですよ、これが突っ張って支えてますね。なんか太くないですか？あ、なんか普通のサイズよりも。そう、ただ同じようなサイズだと強度が持たないんで、太く、はい、しっかりしたもので支えられてます。しかもなんかクロスされてますよね。まあ、クロスは全部されてますけどね。はい、まあ、最近は片側されてなかったりするんですけど、これはされてます、ね。まあ、あと何といってもやっぱ軽い。あ、ホイール自体すごい、はい、軽いですね。このホイールは前後で 980g ほどしかないんで、1キロないんです。そうですね、大体のは1300とか、軽くても1200とかなんですけど、あ、その前後は前後で、はい、まあ、それで究極の回転体って言われてますね。これライトウェイトのホイールですか？ライトウェイトのホイールですね。これだけで前後70万ちょっとしますね。ホイールだけで、ホイールだけで70ですか？金がかかってるみたいですね。高くてもね、30万とかよくあるの、これはやっぱ別格に値段が張ってますね。これは、あ、タイヤは同じドイツのコンチネンタルってやつで、まあ、コンチネンタルの中のハイエンドモデル、コンペティションっていうモデルですね。で、これも特別モデルで、あ、そうなんですか？まあ、特別っていうか、ただライトウェイトってロゴが入ってるだけなんですけど、はい、まあ、そこロゴ入りが特別ですかね。これもドイツ？これも、はい、ドイツのもうフランライトウェイトって、そうですね、書いてあります、はい、文字がしっかり入ってますね。うん、
同じくライトウェイトの、まあ、黒い普通のバーテープで、これもライトウェイト、そう、これもライトウェイトですね、すごい、はい、フルライトウェイトにしたいんですけど、なかなかね。サドルは何ですか？サドルはサンマルコのアコンコールっていう、まあ、ちょっとここだけは普通のやつにしてますね。レールも金属なんで特段軽いわけではないんですけども、まあ、個人的に好きなんでつけちゃいました。ドイツ製が多いってことですか、つまり。まあついてるのはね全部ドイツ製なんで、僕が選んだパーツは日本製とイタリア製ですね。これ11足ですね、ジュライさんで、はい、2×のフロント2枚の後ろが11枚ですね。まあなんで誰でも乗りやすいようにコンパクトクランクって言われてる50のフロントアウター50のインナー34って一番ちっちゃいギアにしてますね。で後ろも、まあ、一応ジュライスのスプロケット使ってるんで、はい、11の30っていう、まあ、ジュライスの中で一番大きいスプロケット、大きいんですか、それ。はい、使ってます。ディスクフレームはしないんですか？ディスク、これキャリパーしか使えないフレームなんで、はい、ディスク化は一応ライトウェイトディスクフレームあるんですけど、これはキャリパーなんで。なるほど、はい、ちょっと盛りってなってます、ね、あ、そうですね、やっぱりここのあたりはしっかりしてないとコーナーとかで、うんうんうん、あの不安定な感じが出ちゃうんで、しっかりさせるところはしっかりして、衝撃性が欲しいところはやっぱ細くしてっていう、まあ、セオリーには従ってます。結構乗ってる多分結構普通のフレームなんで、ね、まあ、やっぱこのホイール使った時にはすごい進化発見する感じですね。ライトウェイトのホイール使った時ホイールで変わるんですね、何かがつけて。そうですね、やっぱりこのスポーク、まあここの外周のリムもそうですけど、このスポークでも結構作りが変わります、ね。このライトウェイトの用途ってどういう用途に向いてるんですか？ライトウェイトはもうピュアレーシングブランドなんで、やっぱもう圧倒的にレース出る人が一番向いてますね。なんか軽いのでヒルクライマーとか、そうですね、ヒルクライムレースと、あとは海外でよくグランフォンドレースって結構長距離のレースがあって、そうですね、180キロとか200キロぐらいの海外のアマチュアのトップを決めるようなレースがあって、はい、それ向けのモデルですね、うん、そういうコンセプトで、まあ、このフレームは作られてますね。じゃあ普通になんか一般のサイクリストが普通に走るっていうのではないか、まあ、ゆっくりロング走るんだったらちょっとこれは全然向かないですね。乗り心地が悪いとか疲れたりとか、やっぱこの引っ張ってるんで、すごいしなやかさがあんまりないんですよね。変わるんですか？たーまないんで、もうゴツゴツしちゃうんですよ、路面からの衝撃が。ゆっくり走るよりも、めちゃくちゃ速く、あー、なるほど長距離を走るです、ね。しなりとかはないんですね。そう、車輪にはないですね。逆にフレームはコンフォート寄りなんで、例えばフレーム、まあ、車輪別にすると、ちょっと乗りやすくなったりしますね。そうなんで変わるんですか？はい、フレームはそのコンフォート向けのフレームなんで、はい、直進安定性が高いようなバイクです。でもホイール触っただけでもすごい軽いなって思ったんですけど。そうですね。めちゃくちゃ車輪単体で持つと軽すぎて怖いですね。持ってみてもいいですか？いいですよ。超軽いですね。そうですね。一応これ 5.9 キロ。5.9キロ。ベストより軽い。ベスト何キロですか？7.1。サドルバッグとかそういうのがありますので、たぶん軽くなって、重くなってると思うんですけど、軽いですね。そう、そこで片手で全然、軽い、重いと思ってます。まあ、いくらでも。こんな軽いバイク、私初めて持ちました。いけるいける。できるんですか？そうですね。本当だ、すごい、すごい。自転車なのに。軽くさを求める人はね、とことん軽くするんで、もうちょっと軽くしようと思えば軽くできるんですけど、ね。すごい。そうですね、めちゃくちゃ高いですね。値段は一応180万円ですね。高くないですか？そうですね、このライトウェイトセットですでにもう160、150万ぐらいしてるんで、全部で200万超えますね。そうですね、触れると全然180万ぐらいになって、今消費で 10% なんで190万ちょっと、まあ、200万。街中とかに置けないですよね、こんな感じ。いや、置けないですね、まあ、本気でレース取り組む人とかにはすごいいいバイクじゃないかなと思ってるんですけど、はい、はい、ということで今回はこの、ライトウェイトのバイク紹介終わりました。はい、ありがとうございます。ものすごく軽いですね、これ。そうですね、初めて、はい、5.9 キロのバイク多分私初めて持ちました。あ、よかったです。すごい軽いです、まあね、みんな軽さをね体感するために作ったようなものなんで、はい。本当に軽いと高いしかこのバイクの印象がないんですよね。ぜひね、新橋にあるアバイサイクルさんに来るとこれが見れるので、ぜひ皆さんこれ実際に体感しないとこの軽さは多分わからないと思う。そうです、わかんないですね、持たないとね、やっぱりなかなか。そうですよね。ということで、いかがだったでしょうか。今回のバイク紹介は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
チャンネル登録、高評価よろしく。